春の関西ワンデーパス。それは JR 西日本の京阪神地区を中心とするエリアの在来線が1日乗り放題になる特別企画乗車券です。また特急券や座席指定券を別途購入すればエリア内の有料列車に乗ることも可能。そんな関西ワンデーパス1枚の価格は税込み3600円。お手頃価格で購入可能なこの切符ですが、フリーエリア対象路線を1日で全線勘定できるのでしょうか。本動画でこれを検証していきます。はい、皆さんお久しぶりです。今回は東海道本線の大垣駅から旅をスタートしていきたいと思います。ちなみに大垣駅は関西ワンデーパスのフリーエリア外の駅です。なぜフリーエリア外からスタートさせるのかというと、少しでも旅費交通費を浮かせるためです。自宅から車でほど近い大垣駅からスタートさせることで宿泊費を減らす狙いです。 JR 西日本エリアに突入するまでに少し時間がかかりますが、何卒よろしくお願いいたします。なお本動画では字幕を用意しています。本動画をより楽しみたい方、ぜひ YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご覧ください。さて、現在時刻は5時10分。まずは大垣駅の改札を通過します。これからフリーエリア内で大垣駅から一番近い駅、米原駅に向かいます。改札内に入場するのに使うのはスイカ。最初の列車は1番線から発車します。エスカレーターを降りていきましょう。降りた先にはすでに乗る予定の列車が停車していました。さあ、最初に乗車するのは大垣駅から東海道本線下り方面へ最初に発車する初電列車です。5時23分発の米原行きです。大垣駅を出発、楽しい旅のスタートです。おはようございます。今日も JR 東海をご利用くださいましてありがとうございます。ご利用の列車は普通列車米原行きです。この先、だるい、関ヶ原、柏原、大宮ヶ丘、亀ヶ谷、終点の米原の順に各駅に停車をいたします。列車は8両編成です。車内は禁煙です。お手洗いは先頭車両と前から3両目の車両の2か所にございます。列車は南荒尾信号場を通過します。今回は左分岐側に進路を取ります。特急貨物列車が使用する観光梅線と分かれていきます。最初の停車駅は樽井駅です。樽井駅を出ると列車は通称樽井線と呼ばれる線路を走行します。一見下り方面専用の線路を走っているように見えますが、上り名古屋東京方面の列車も走行できる単線区間です。列車は関ヶ原駅に到着。ここで樽井線は終了です。撮影日は4月、沿線には桜が咲いています。さて、間もなく米原駅です。北陸本線と合流するため上り線と一旦分岐します。分岐と同時に貨物列車と相対しました。休日の朝もたくさんの貨車を引いて元気に走っています。今日もお疲れ様です。そして車庫に停まっている221系と223系を見つけました。今日のお目当て、 JR 西日本区間に来たことを実感します。さあ、列車は米原駅に無事到着です。さて、米原駅からフリー切符を利用するので一旦改札を抜ける必要があります。階段を上りましょう。そしてありました、新しく設置された JR 東海管内から来た場合に使用するおそらく特注の改札。ここにスイカをタッチする必要があります。無事改札外に出れたらフリー切符を購入しましょう。切符は JR 西日本 E ご予約サービスで購入済みです。あとは切符を受け取るだけ。さあ、切符が出てきました。これが春の関西ワンデーパスです。この切符で早速改札を通過します。切符をシャコンと投入。 JR 西日本さん、これからよろしくお願いします。さて、放送にもあった通り、
最初の列車は3番乗り場から発車します。目的の列車はすでに停車しています。6時11分発高槻駅から快速列車となる普通列車の網干行きです。始発駅なので車内は当然ガラガラです。さあ、列車の扉が閉まりました。米原駅を発車。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は高槻まで普通、高槻から快速、姫路方面、網干行きです。さて、大垣駅スタートから約50分でようやく春の関西ワンデーパスのフリーエリアに入りました。ちなみに春の関西ワンデーパスの対象路線は図の通りとなっています。対象路線名を全部読み上げはしないので一時停止推奨でどこが対象路線かご覧いただければと思います。ちなみに対象路線の総距離は 926.0km、 制覇対象は全部で20あります。果たして1日目で全線完乗できるのか予想しながらご覧ください。さあ、列車は川瀬駅に到着。普通列車なので各駅に停車します。琵琶湖線内は建物が少なく景色が開けています。車内から見るには見応えがあって良いです。しばらくすると列車を多数留置できる安派出所に来ました。安駅に到着です。ここから京都大阪方面に多数の始発列車が存在します。そして草津駅に到着します。ここで列車は分岐器を分岐側4番乗り場に入線します。進行方向左側には草津線の列車が止まっています。草津駅は草津線に乗り換え可能なターミナル駅です。草津駅の駅名表を撮影。草津線に乗り換え可能ですがここで乗り換えをせずそのまま乗り続けます。4番乗り場から普通姫路方面網干行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。列車は草津駅を発車。ここからが JR 西日本路線の中で大きな見どころの一つとなっています。まずは川の下をトンネルで通過。そしてトンネルを出るとご覧ください、線路が4本並んでいます。滋賀県の草津駅から兵庫県の西明石駅まで続く福福線です。全長 120.9km にも及ぶ日本で最も長い福福線の一つです。列車は南草津駅に到着。1994年に開業した比較的新しい駅ですが、滋賀県内で最も利用者が多く、新快速電車も停車する駅です。さて、列車は大阪山をトンネルでぶち抜き京都府に突入します。トンネルを抜けると高架橋を降りてくる線路が見えます。 JR 湖西線です。列車は山品駅に到着。京都駅より一つ隣の駅ですが新快速列車も止まる利用者の多い駅です。山品駅に到着すると上りホーム端に人だかりが。何か珍しい列車でも来るのでしょうか。気にはなりますが旅の工程を優先しスルーします。いい写真が撮れるよう頑張ってくださいね。山品駅から京都駅の間でも山を一回越えます。まもなく京都です。さて、進行方向左側より JR 奈良線が合流してきました。そして京都駅に進入します。ホームがたくさん並んでおり大ターミナルに到着したことを実感させられます。列車は12両編成なので先頭車両は一番端の方まで進みます。さあ、京都駅で下車します。記念の駅名表撮影。ブルーのラインはかっこよくて好きです。お世話になった列車のお見送り。京都府大阪府を越えて兵庫県の網干まで長いですが頑張って。さて、普通列車が到着してきました。ホーム上が混雑する前にコンコースに登りましょう。京都駅のコンコースはめちゃくちゃ開放的で広いです。さすが京都府の中心駅。
さて、次の列車の発車案内はすでになされています。エスカレーターを下りましょう。ホーム上を少し歩きまして、見えました。柱が邪魔でその姿を視認することがなかなかできませんでしたが、目的の列車はちゃんと30番乗り場に停車しています。前面の顔を撮影。京都駅を7時32分に発車する特急城崎1号城崎温泉行きです。さあ、発車時刻となり扉が閉まります。京都駅を発車。車内放送が終わるとすぐに二条駅に到着です。京都市の西の玄関口となっており、ドーム状の大きな屋根が出迎えてくれます。さて、この特急城崎には JR 西日本が提供する列車予約サービス e-ご予約で購入しました。座席をスマホ上で予約購入でき、そしてそのままチケットレスで特急列車に乗車できます。さあ、列車は保津峡駅を通過。保津峡のトンネルが長いので、ここでパンをいただきます。ベースフードのプレーン味。ベースフードで販売しているパンの中で一番安いので、安く健康的に栄養を取りたい方におすすめです。はい、ということで完食しました。ごちそうさま。トンネルを抜けると平野部を走行します。景色よし、天気よし、絶景が広がっています。列車は亀岡駅に到着です。駅名の通り亀岡市の中心駅です。亀岡駅の北側は建物の建設が進んでいます。さて、嵯峨野線の攻略は亀岡駅で終わりではありません。進行方向右側を見ると気球が見えます。気球で上から見ると眺めが良さそうですね。ええですなぁ。さて、今回乗った287系の座席はこちらです。普通車ですがふかふかしています。肘掛けにあるボタンで座席を後ろに倒せます。小型テーブルついています。背面テーブルももちろんあります。コンセントもあります。特急列車として最低限の設備が整っています。さあ、列車は京都縦貫自動車道を横断しました。園部駅に到着です。これで山陰本線のフリーエリア区間を全線環状しました。20ある制覇対象のうち最初の環状路線です。園部駅の駅名標を撮影。ラインカラーがパープルになっています。特急城崎1号はここから山陰本線を走行します。列車の扉が閉まりました。そして発車。終点の城崎温泉駅まで長いですが、どうか無事に行ってらっしゃい。さて、次に乗る予定の列車は隣のホームに停まっています。階段を上りまして、コンコースを渡り、そして隣の階段を降ります。特急列車で嵯峨野線を攻略したら、帰りは普通列車で戻ります。園部駅を8時12分に発車する普通列車の京都行きです。特急列車から一気に普通列車に格下げ、そして逆戻り。なんだか少しもったいない気もしますが、これで計画通りだから仕方ない。列車は園部駅を発車。運行拠点駅なのでゆっくりと出発していきます。
特急列車は早いですが、全面展望が見られる列車は限られています。対して普通列車は全面展望を楽しめる列車が多いので別の楽しみがありますね。列車は最初の停車駅、吉富駅に到着です。素早く乗降が完了し、扉が閉まります。さあ、亀岡駅に戻ってきました。快速列車であればここから快速運転を行いますが、乗っている列車は普通列車なので、ここから先も各駅に停車します。さて、列車は次の駅の馬堀駅を発車。発車後しばらくして進行方向左側に線路が出現しました。嵯峨野トロッコ列車の線路です。トンネルで山を越える前の山陰本線を活用して誕生した観光路線です。桜に囲まれた嵯峨野トロッコ線と分かれ、こちらは長いトンネルに突入します。こちらのトンネルは嵯峨野線の複線化の際に新しく掘られたトンネルです。複線断面の近代的な設備となっています。渓谷を直角にぶち抜き、しばらくすると保津峡駅に到着します。京都市にほど近い駅ながら、渓谷の間に駅があり、沿線人口もほぼ0人という特徴的な駅です。駅ホームの京都寄りには桜が咲いています。さて、山を越えると嵯峨嵐山駅、進行方向右側にトロッコ列車が止まっています。この嵯峨嵐山駅から京都都市圏に入ります。この駅からの始発列車も何本か存在します。そして列車は円町駅まで来ました。駅発車と同時に特急列車と行き違います。次は二条駅に到着。ここで京都市営地下鉄東西線に乗り換え可能です。さらに梅小路京都西駅に到着。2019年に開業した新駅で、終点の京都駅の一つ手前の駅です。近隣には梅小路公園があり、梅小路蒸気機関車館や京都水族館、そして何より京都鉄道博物館があります。梅小路京都西駅を出ると次は終点の京都駅。しかし、ここで伏線だった線路が単線に収束します。大ターミナル京都駅の近傍であるにもかかわらず単線になってしまうので、嵯峨野線のダイヤのネックとなっています。列車は東海道本線と合流。ちょうど貨物列車と並走しました。こうやって見ると嵯峨野線の線路が1本しかないのがよくわかりますね。列車は京都駅に無事到着。嵯峨野線の京都駅ホームは投炭式で、先頭が行き止まりとなっているので慎重に停車します。列車の扉が開きました。構造上、先頭列車に人が集まりやすいので、大量の人が先頭車両から降りていきます。さて、京都駅のコンコースを歩きます。嵯峨野線のホームは JR 線の各ホームと比べて西にあるので、次に乗る列車の発着ホームまで少し歩かなければいけません。乗り換え時間は5分。少し急ぎます。朝9時なので橋上駅舎部分も人がたくさんいます。さあ、8、9、10番乗り場まで来ました。目的の列車は8番乗り場から発車するようです。いました。次は JR 奈良線に乗車します。京都駅を9時2分に発車する宮古寺快速の奈良行きです。発車までまだ時間があるので、先頭車両まで移動しましょう。宮古寺快速が京都駅を出発。奈良線の攻略開始です。出発後すぐに205系と相対します。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は宮古寺快速奈良行きです。当駅6時走、富士、上陽、玉水、木津、終点奈良の順に止まります。この電車は稲城には止まりません。さて、 JR 奈良線を快調に進んでいきます。しかし JR 藤森駅場内信号が注意検知、徐行を強いられます。反対
列車の出口が見えます。電車です。こちらは近きません。ご注意ください。ということで、JR 藤森駅で運転停車を行います。電車の行き違い待ちを行います。しばらくお待ちください。はい、ということで、ご覧の通り、JR 奈良線は一部区間が単線となっています。221系快速列車と相対。出発信号が進行限時に変わり、列車が再び動き始めます。このように列車同士の行き違い待ちを強いられる JR 奈良線ですが、2022年4月現在、線路の複線化工事が実施されています。進行方向右側の線路が工事によって増やす予定の線路です。この工事は2023年3月に完了予定。完成によって平日朝ラッシュで列車の増発が行われる予定です。さあ、列車は桃山駅を通過。駅の前後で分岐器を通過するため、低速で通過します。桃山駅から次の六地蔵駅までの間も単線となっています。そして列車は六地蔵駅に到着。六地蔵駅ではホームを少し西に移設する工事が行われています。六地蔵駅の駅名標を撮影。撮影をしている間に扉が閉まります。六地蔵駅を発車。六地蔵駅から先も単線となっています。次の小幡駅でも反対列車と行き違い、単線であるにもかかわらず列車の運行本数が多いことがわかります。大博駅を過ぎると進行方向右手に線路が2本合流してきます。こちらは京阪宇治線です。その京阪宇治線の終点駅、宇治駅の駅舎の上をまたぎまして川を横断します。宇治川です。そして列車は宇治駅に到着。ここで普通列車と接続します。宇治駅の駅名標撮影。宇治駅を発車。ここからは複線となります。さあ、列車は新田駅を通過。ここから常陽駅までは第2期複線化工事によって最近複線化されました。バラストも汚れておらず白く綺麗なままです。列車は常陽駅に到着しました。ここで一部の普通列車が折り返します。ターミナル駅の駅名標を撮影。この常陽駅を出ると再び単線へ。ここから先、山城多賀駅から玉水駅までの間を除いて複線化工事の対象外となっています。列車は工事中の新名神高速道路の下を通ります。列車は玉水駅に停車。井手町の玄関口の役割を担っています。玉水駅を出ると棚倉駅で反対方向の宮古寺快速と行き違い、この駅は第2期複線化工事に合わせて一線スルー化構造に改築されました。さて、 JR 奈良線のかなり南の方まで来ましたが、ここまで来ると住宅はかなり少なくなります。列車は木津川を横断します。さあ、木津駅に到着します。分岐器をいくつか通過して3番乗り場に到着します。木津駅に無事到着。これで JR 奈良線を全線環状しました。制覇路線は合計で2路線です。列車のお見送りをします。宮古寺快速は次の停車駅奈良駅までの運転となります。さて、階段を上りましょう。京城駅舎内は広々としています。1、2番乗り場につながる階段を降ります。目的の列車はすでに1番乗り場に停車中です。さて、奈良線の攻略が完了したら次は片町線を攻略します。路線名は片町線ですが、片町駅に行かないので学研都市線という愛称がついています。乗る列車は日に数本しか運転されていない快速列車。発車時刻は9時51分です。さあ、木津駅を発車。発車後は分岐器を左側へ入ります。学研都市線は木津駅から単線となっています。列車は最初の主要駅、放送駅に到着です。放送駅の近くには近鉄京都線の新放送駅があり、乗り換えが可能となっています。
高園駅を出るとその近鉄京都線と並走するようになります。そして JR 宮巻駅に到着。ここで反対側からの列車と行き違いをします。 JR 宮巻駅を発車すると近鉄線の列車と並走、あちらの列車は京都に向かいます。しばらくすると京田辺駅に到着。ここでも近鉄京都線の新田辺駅と乗り換え可能となっています。列車は ATS のベルを鳴らしながら停車。しばらくすると反対方向から列車がやってきて行き違いを行いました。京田辺駅から先も引き続き単線区間が続きます。近鉄京都線と別れ進路を西に変更します。列車は松井山手駅に到着。ここは学研都市線の運行上重要な拠点駅となっています。この駅を始発終点とする列車も多数存在します。その松井山手駅に無事帝国で到着しました。さあ編集を使って長時間停車をカット。扉が閉まります。松井山手駅を発車。ここから学研都市線は複線となり線路が1本増えます。複線区間に入ると快速列車は駅を通過し始めます。列車は四条縄手駅に到着。ここで普通列車と接続、さらに隅の堂駅でも列車と接続します。隅の堂駅を発車してしばらくすると列車は近畿自動車道と交差、車の大河川です。さあ徳安駅の次は花店駅です。ここで高架を上ります。大阪東線の線路をまたぐためです。まもなく花店です。出口は2カード、花店を出ますと京田市に通ります。花店駅に到着。この駅で大阪東線と乗り換え可能です。花店駅を出ると線路が4本並ぶようになります。両端の線路が学研都市線、真ん中の2本の線路が大阪東線です。方向別複々線のような配線になっていますが、次の市議の駅で学研都市線の下り線が大阪東線をオーバーパス、市議の駅を通過するときには線路別複々線となっています。さあ列車は川を横断、その後大阪東線と分かれます。大阪東線と分かれるとすぐに京橋駅に到着です。大阪環状線に乗り換え可能。もともと1面2線の構造でしたが、乗降客が多く混雑しやすかったためホームを1面増設して2面2線となっています。京橋駅の駅名表を撮影。ここで学研都市線は終了、3路線の全線環状完了です。学研都市線はさらに JR 東西線に線路がつながっています。この電車も JR 東西線に直通していますので、そのまま乗り続けます。列車は京橋駅を発車。京橋駅を発車すると地下に潜ります。大阪城北詰駅に到着。ここの近くには JR 片町駅がありました。この駅はその代替新駅です。さらに進むと北新地駅に到着です。大阪の中心地梅田に最も近い駅であり、他の地下鉄各線に乗り換え可能なため利用者が多いです。その北新地駅の駅名表を撮影。ここで乗り換えることはせずそのまま乗り続けます。さて北新地駅を出ると利用者はぐっと減少します。列車は東西線最後の駅鹿島駅を出発、進行方向から一筋の光が見えます。さあ地下から地上に戻ってきました。地上に上がると多数の線路が並走します。同時に大きな川を横断、神崎川です。列車は尼崎駅に到着。ここで下車します。79分の長丁場でした。尼崎駅到着をもって JR 東西線環状です。これで合計4路線全線完了しました。 JR 東西線の攻略が完了したら今度は5、6番乗り場の階段を降ります。階段を降りると同時に列車がやってきました。尼崎駅を11時13分に発車する普通列車の高槻行きです。
さあまた神崎川を横断します。進行方向左側では線路が分岐していきます。北方貨物線です。そしてその北方貨物線は合流もしてきます。この線路は特急サンダーバードが車庫へ改装される際に使用されます。そして列車は塚本駅に到着です。塚本駅を出ると大きな川を横断します。淀川です。今日は快晴ということもあり絶景を拝むことができました。さあ間もなく大阪駅です。進行方向右手より大阪環状線と合流、そして大ターミナル大阪駅のホームに進入します。当然のごとく人が大勢います。普通列車は大阪駅で下車、ここで別の線路に乗り換えます。エスカレーターを上りましょう。昼間の大阪駅は人でいっぱいです。人の波をかき分けながら1、2番乗り場に向かいます。ホームを上から見ると本当に人がたくさんいるのがわかりますね。さて次に乗るのは大阪環状線の内回りなのですが、ちょうどよく列車が止まっているので乗ってしまいましょう。大阪駅を11時23分に発車する関空紀州路快速です。大阪駅を発車、発車後すぐにホーム工事が行われているところがあります。こちらでは2023年春に供用が開始される梅北新駅につながるコンコースや階段を整備しています。さあ大阪駅の西九条側にある留置線を過ぎると JR 東海道本線と分岐します。そして福島駅を出ると進行方向右側で地上から高架へ上がってくる線路が見えます。こちらは梅田貨物線という東海道本線の支線です。こちらの線路には貨物列車のほか特急はるかや特急黒潮といった列車も走行しています。列車は野田駅を通過、その後しばらくすると西九条駅に到着します。その西九条駅で下車、大阪駅から乗ってきた列車をお見送り。この列車は大阪環状線から阪和線に直通します。先は長いですがどうか無事に行ってらっしゃい。さてホーム反対側に停車している電車に乗り換えます。次に攻略するのは JR 桜島線です。西九条駅を11時34分に発車する普通列車の桜島行きです。さて関空紀州路快速に続いて大和路快速とも接続します。接続が完了したらすぐに発車します。西九条駅を定刻で発車。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はユニバーサルシティ方面桜島行きです。さて西九条駅を発車したらまずは大阪環状線と分岐します。環状線の外回り線をくぐります。そして進行方向右側より線路が合流、先ほど説明した梅田貨物線です。列車は安治川口駅に到着します。安治川口駅の進行方向左側には貨物ターミナルが広がっています。梅田貨物線が桜島線に合流したのはこれが理由です。安治川口駅を出るとユニバーサルシティ駅に到着です。言わずと知れた関西一のテーマパーク USJ の最寄り駅です。休日の午前中ということもあり多くの人が降りていきます。車内は一気に閑散としました。ユニバーサルシティ駅を出ると次は終点の桜島駅です。わずか3区間の短い路線ですが多くの利用者がいらっしゃいました。ご注意ください。というわけで桜島駅に無事到着。これで JR 桜島線を全線攻略しました。5路線目の環状路線です。桜島駅の駅名表をしっかり撮影します。桜島駅に到着したら同じ列車で来た道を戻っていきます。発車は11時50分です。さあ列車の扉が閉まります。西九条駅まで戻ってきました。進行方向左手側で梅田貨物線が分岐していきます。そして大阪環状線の下り線を再びくぐります。西九条駅に無事到着。ホームに降りると同時に
関空紀州路快速が到着します。で、その関空紀州路快速には乗らず、そのままスルー、階段を降りていきます。改札を通過、フリー切符を回収します。次に乗るのは阪神電車、ここで他車線に乗り換えます。阪神難波線は春の関西ワンデーパスのフリーエリア外なので、スイカで入場、電光掲示板で次の列車を確認します。1番線からの発車です。長いエスカレーターを上ります。列車はまだ駅に到着していません。余裕の乗り継ぎです。さて、列車がやってきました。近鉄奈良線に直通する普通列車の東花園行き、西九条駅の発車時刻は12時5分です。列車の扉が閉まります。西九条駅を発車したら、すぐに勾配を一気に下り、地下に潜ります。この区間は両側に高い柵が設置されていますが、これは防音壁の役割を持っています。阪神難波線建設時に周辺住民から反対運動が起こったため、問題解決のために設置されました。大阪難波、難波です。大阪難波駅に到着です。時間があるので駅名表を撮影します。列車のお見送り、さらば。さて、階段を上ります。さすが大阪の南の私鉄ターミナルなので人が多いです。ちょうどお昼なので昼食をたらふく食べたいところですが、計画した旅程をこなさなければならないので鬼の我慢。グルメ街を脱出して改札を通過します。さて、次の乗り換え駅までは少し距離があります。頑張って歩きましょう。さあ、歩くこと5分といったところでしょうか。見つけました、 JR 難波駅。フリー切符で改札を通過します。目的の列車はすでに駅に止まっています。両側に2本止まっているので乗り間違えないように気をつけましょう。 JR 難波駅からは関西本線が伸びています。12時30分発普通列車の王子行きです。車内が空いているので、ここで昼食のパンを食べましょう。ベースフードのチョコ味、美味しいのでおすすめです。はい、発車前に食べきりました。出発時刻となり扉が閉まります。 JR 難波駅を発車、地下ホームから出発します。まもなく二宮です。お出口は左側です。関東線外回り大阪方面戻り換えです。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。列車は今宮駅を発車して次の駅、新今宮駅に到着です。さあ、列車の扉が開きました。新今宮駅で下車します。大和路線に向かう201系のお見送り、終点の王子駅まで無事に行ってらっしゃい。さて、新今宮駅には多彩な列車が走行します。ちょうどよくやってきたのは283系、特急黒潮。和歌山県の新宮白浜から大阪都市部を結ぶ列車です。特急黒潮を見送ると同時に目的の列車が到着、新今宮駅を12時37分に発車する関空紀州路快速です。列車は新今宮駅を発車、発車後すぐに大阪環状線の外回り線が大和路線をまたぎます。外回り線が地上に降りてくると、線路の上をまたぐ大きな建物が迫ってきました。建物の下をくぐると天王寺駅です。 JR にとっての大阪の南のターミナル、15番乗り場に到着します。ターミナル駅である天王寺駅ですが、ここで乗り換えずそのまま乗り続けます。列車の扉が閉まりました。天王寺駅を発車、天王寺駅を発車したらすぐに高架に上るアプローチ線を走行します。こちらのアプローチ線は2008年に整備され、かつて発生していた大和路線と阪和線の平面交差が解消されました。新しく整備されたアプローチ線ですが、急勾配急カーブで整備せざるを得なかったため、
電車にとってはかなりの難所となっています。さて、そのアプローチ線を抜けまして、列車は阪和線の本線と合流します。大和路線を越えた後、さらに渡り線を使って一つ隣の線路へ、阪和線の下り線へ入線します。天王寺からは阪和線を走行します。阪和線に入ったらすぐに対向の列車と相対、4両編成だったので普通列車でしょう。天王寺駅で一番北側の阪和線高架橋ホームに発着するので、この電車と行き違うのを待っていましたね。さあ、天王寺駅を出たらしばらくは高架間を走行します。非常にいい眺め。この高架橋は大阪市を抜ける手前、杉本町駅まで続きます。地上に降りてしばらくすると列車は三国ヶ丘駅に到着します。ここでは南海高野線と乗り換え可能です。三国ヶ丘駅を出ると次は大鳥駅に到着です。阪和線本線は2面4線構造となっており、普通列車と快速列車が緩急接続可能です。その大鳥駅で下車、ここで別の路線に乗り換えます。乗り換え時間が短いのに先頭車両に乗ってしまったので急ぎましょう。跨線橋を渡って5番線へ。階段を降りると列車がすでに止まっているのが見えました。阪和線の支線羽衣支線に乗車します。大鳥駅の発車時刻は12時58分です。もう発車時刻なので電車に乗り込んでしまいましょう。前面を撮影する余裕はありませんでした。列車は大鳥駅を発車。ご乗車ありがとうございます。次は終点東羽衣です。お出口は右側です。大鳥駅を発車するとしばらくして高架区間を走行します。短い区間ですが上から街を見下ろせるので景色がいいです。列車はわずか3分で終点の東羽衣駅に到着です。終点なので列車から下車。東羽衣駅の駅名表を撮影。羽衣支線攻略完了です。さて、帰りも先頭車両に乗りましょう。かつては103系3両編成で運転されていた羽衣支線ですが、ホームを増築して4両編成が止まることができるようになっています。使用車両は225系。103系時代から比べると一気に時代が進みましたね。この電車で大鳥駅に戻ります。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は大鳥行き満満電車です。扉が閉まって東羽衣駅を発車します。そして大鳥駅の場内信号が警戒厳時。慎重に大鳥駅に戻ります。行きと同様所要時間は3分です。列車から下車。羽衣支線往復完了です。往路で大鳥駅の駅名表を撮影し損ねたのでここで撮影します。さて、阪和線本線の攻略に戻りましょう。乗り換え時間は4分。余裕があります。1、2番乗り場のエスカレーターを降りてちょうどよく列車が来ました。大鳥駅を13時12分に発車する関空紀州路快速に乗車します。全面展望好きなのでまたまた先頭車両に乗車します。大鳥駅出発。次の停車駅は泉府中駅です。大鳥駅を発車すると進行方向左手に車庫が見えてきます。呼び名は吹田総合車両所ひねの支所大鳥派出所となっています。281系や271系がたくさん止まっていますね。撮影当時は特急はるかが新型コロナウイルスの影響で運休となっていました。ほどなくして泉府中駅に到着です。ここで列車は分岐側、太肥線に入線します。
上り線に吊り下げられている駅名表を撮影。ここで列車の追い越し待ちがあるかと思いきや、何もなく扉が閉まります。この駅では基本的に特急列車の追い越し待ちがあります。泉府中駅を発車、次は東岸和田駅に停まります。その東岸和田駅に無事到着。この駅は高架駅となっています。ここで区間快速を追い越します。さあ、列車は阪和線の駅の中で運行の拠点となっている日根野駅に到着します。この駅で関空紀州路快速は切り離しを行い、前4両が関空快速となって関西空港に向かいます。列車の扉が閉まりました。そして発車。列車が切り離されて後ろの車両が置いていかれました。あちらの列車は紀州路快速として和歌山方面に運転されます。列車は分岐器を通過して関西空港線に入線。日根野駅でまたまた阪和線の攻略を打ち切ります。まもなく列車は臨空タウン駅に到着します。ここで両側から線路が合流。この線路は南海電鉄の線路です。そしてその線路は臨空タウン駅を発車後に合流します。ここからは JR 線と南海電鉄線が線路を共有して走ります。関西空港線は名前の通り関西国際空港につながる路線です。関西国際空港は海上に設置された空港なので、ここで陸から離れて海の上を走行します。今走行している橋は鉄道の上に高速道路がある、いわゆる鉄道道路併用橋です。この橋を建設する上で少しでも建設費を節約するため、南海電鉄と JR 西日本が走行する線路を共有し、敷設する線路の数を削減しています。橋を越えて関西国際空港に上陸します。シーサスクロッシングで線路を転線、関西国際空港駅の4番乗り場に到着します。これで関西空港線を全線環状、6路線を全線環状しました。到着後すぐにホーム反対側に停車している列車に乗り換えます。乗り換え時間は1分ですが、無事に乗り継げました。関西空港駅を13時47分に発車する関空快速の大阪天王寺行きです。再び関西国際空港連絡橋を横断します。車窓から見える海が大変美しいです。さあ、連絡橋を抜けて眼下で阪和線の線路が合流しました。日根野駅に到着です。到着と同時にタイミングよく283系黒潮と出くわしました。関空快速を日根野駅で下車。これから直通する阪和線の北側はすでに乗っているので当然ですね。さて、日根野駅から関西空港に向かうとき、関空紀州路快速は当駅で列車の切り離しを行いました。逆方向上りでは2列車の連結作業を行います。関空快速が先に到着し、後方に紀州路快速が連結されます。せっかくなので連結シーンを撮影しましょう。連結完了。さすが日根野駅では頻繁に連結作業が行われているので手慣れたものです。連結作業を見終わったら目的の列車に乗車しましょう。階段を降りるとちょうどよく列車が到着しました。先ほど乗ってきた列車と同様、日根野駅で前4両が関空快速として先に発車します。分割完了。関西空港まで行ってらっしゃい。さて、日根野駅に残った4両に乗車します。日根野駅を14時6分に発車する紀州路快速の和歌山駅です。日根野駅を定刻で発車。当駅からはこの列車は各駅に停車していきます。さて、日根野駅を出ると進行方向左手に車庫が見えます。吹田総合車両所日根野支所です。のどかな住宅地が続きます。目の前に見える山は大阪府と和歌山県を隔てています。列車は山中谷駅に到着。
3月には満開の桜が見える当駅ですが、すでに4月となっていますので、桜が散ってしまっています。さあ、山を越えて和歌山駅の手前、紀の川を横断します。線路がたくさん並ぶようになりました。和歌山駅に到着、3番乗り場に到着します。列車の扉が開きました。これで阪和線を全線完了です。7路線の制覇が完了しました。和歌山駅の駅名標を記念に撮影します。さて、14時40分をもって阪和線の攻略が完了しましたが、和歌山駅からは4方向路線が伸びています。これらのうち春の関西ワンデーパスで乗れる路線は2つのみです。阪和線で和歌山駅まで来ましたので、次は和歌山線に乗車します。和歌山線には中間改札を抜ける必要があります。切符を投入。無事通過できました。目的の列車はすでに7番乗り場に停車しています。ちなみに和歌山線の列車が発車するホームの向こうには、和歌山電鉄岸川線のホームがあります。止まっている電車は多摩電車ミュージアム号という2021年12月より運行されている電車です。さて、和歌山線の方にカメラを戻しまして、最新車両227系の凛々しいお姿を撮らせていただきます。和歌山駅の発車時刻は14時55分です。途中の五条駅まで運転されます。和歌山線の227系には車載型 IC カード改札機が設置されています。車内にある端末にタッチすれば、IC カードで列車に乗ることができます。さあ、列車の扉が閉まり、和歌山駅を発車。和歌山線の攻略開始です。さあ、列車が分岐器をいくつか通過して、阪和線と分かれます。そして、紀勢本線の和歌山市方面とも分岐。右へカーブしながら、本格的に和歌山線に突入します。カーブを曲がりきってしばらくすると、227系がたくさん止まっているところに到着します。新座池発出所です。紀勢本線、和歌山線と桜井線で運用される列車がここで管理されています。さて、和歌山線は単線のローカル線です。電化されていますが、架線中は簡素なものが使われています。沿線の風景は大変のどかです。さて、列車の次の停車駅は紀伊小倉駅です。ここで普通列車と行き違いをします。そして古川駅でも列車同士の行き違いをします。この駅を始発・終着とする列車も存在します。古川駅発車後は自然豊かな景色が続きます。そして明治駅に到着。駅名標を撮影。同時に普通列車と行き違います。沿線は手前は住宅地、そして奥には雄大な山々が見えます。さあ、進行方向左側で線路が合流してきました。南海高野線です。南海電鉄の電車が見えます。橋本駅に到着。反対側の電車と行き違います。ここで多くの乗客が下車。一気に着きました。列車はここで数分停車します。せっかくなので列車から降りて上下2本をかっこよく撮影しました。橋本駅は風が強いです。さて、列車に戻ってきて、ここで3時のおやつと行きましょう。自宅から持ってきたパンとクッキーを食します。完食。ごちそうさま。さて、発車時刻となり橋本駅を発車します。ここからさらに利用者が少ない閑散区間となります。列車は大和二見駅に到着です。この駅はかつて行き違い可能な駅でしたが、列車の減便により片方の線路を撤去、防線駅となっています。さあ、終点の五条駅に到着です。乗り換え路線のない和歌山線の途中駅ですが、この駅でこの列車は終点となります。列車から下車、反対側に停車中の列車に乗り換えます。五条駅を16時30分に発車する
普通列車の王子行きです。乗り換え前と乗り換え先で乗る列車の形式は227系で同じ。しかもどちらも2両編成です。運用の都合かと思いますが、1本の列車にまとめて欲しかったですね。乗り換えが面倒です。乗ってきた列車が先に和歌山方面に折り返していきます。そしてこちらの列車も扉が閉まります。五条駅を発車。和歌山線はまだまだ続きます。五条駅からは比較的山の中を走行します。目的地まで暇なので、ここで列車の運行状況を確認。特に問題はなし。さて、進行方向右側より線路が一本近づいてきました。列車は吉野口駅に到着します。ここで近鉄吉野線に乗り換え、吉野に向かうことが可能です。さあ、二面三線の大きな駅に到着です。その比較的大きな駅で下車、高田駅です。乗ってきた列車のお見送り。終点の王子駅まであと少し。行ってらっしゃい。さて、次は JR 桜井線に乗車します。高田駅を17時23分に発車する普通列車の奈良駅です。さて、王子駅方面からの列車との接続も受けます。和歌山線の両方向からの乗り換え客を拾ったら、いよいよ発車です。高田駅を発車。分岐器を通過するため、そろりそろりと進んでいきます。ご乗車ありがとうございます。桜井、三輪方面、奈良行きです。終点奈良まで各駅に止まります。次は金橋、金橋です。前の車両、一番前のドアからお降りください。さあ、右手に分かれていく和歌山線に対し、こちらは左側へカーブしていきます。カーブを曲がり切ると列車は最加速。桜井線攻略開始です。高田駅を出てしばらくすると、一瞬ですが線路と直角に立体交差します。近鉄橿原線です。そして進行方向左側で高架の線路と合流。こちらは近鉄大阪線です。列車は路線名の由来となっている桜井駅に到着です。駅名表を撮影。特に何事もなく素早く扉が閉まります。そして近鉄大阪線とは立体交差で北側に抜けていきます。ここからは進路を北に変え、奈良盆地の東側を進んでいきます。さあ、列車は天理駅に到着です。桜井線は単線の路線ですが、この駅は2面4線と途中駅にしては規模がかなり大きいです。天理駅を発車すると、進行方向左手に留置線が見えます。そのため当駅を始発終着とする列車が多く存在します。さて、直線の長い区間に入りました。こうやって見ると直線でも少し歪んでいるのがわかります。列車は次に京馬亭駅に着きます。京の終わりと書いて京馬亭と読むのですが、初見では絶対に読めないでしょう。その京馬亭駅に到着。京馬亭駅を出るとようやく次が終点の奈良駅です。本日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点奈良です。お出口は左側です。大和路線王子天王寺方面、加茂方面、奈良線富士京都方面はお乗り換えです。さあ、列車は高架区間に入りました。そして右カーブを抜けるとすぐに終点奈良駅に到着します。奈良駅で下車。お世話になった車両を撮影。これで桜井線を全線環状しました。阪和線に続き8路線目の制覇路線です。さて、奈良駅で乗り換え可能な路線は1路線だけ。関西本線です。まずは王子天王寺方面に向かいます。奈良駅を18時15分に発車する大和市快速の大阪天王寺行きです。奈良駅の駅名表は
大和路線のラインカラーに合わせて明るい緑色になっています。大和路快速の発車を待っている間に2番線に列車がやってきました。回送列車のようです。回送列車が駅に止まったら今度はこちらの列車が発車します。奈良駅を発車、まずは分岐器を通過します。左に分かれていく桜井線とお別れ。奈良駅を出て地上に降りると進行方向左側が工事ヤードになっています。今地上に降りている大和路線を国道24号線の手前まで高架化する工事が行われています。次は王子です。お出口は左側です。王子を出ますと次は旧王子に止まります。さあ列車は王子駅に到着しました。ここで下車します。お世話になった列車のお見送り、4両プラス4両で8両になっていたようですね。大阪都心まで行ってらっしゃい。さあ階段を上ります。跨線橋を渡って1番乗り場に向かいます。次の列車は18時37分の発車です。さあ列車がやってきました。大和路快速の鴨行き、これで来た道を折り返していきます。この列車は王子駅で後ろ4両を切り離します。王子駅を発車、置いていかれた後ろ4両は王子駅から和歌山線に入線し、この列車とは違う道を進みます。さて乗り込んだ大和路快速は休日の帰宅ラッシュと重なり混雑しています。日が沈み夜を迎える奈良、奈良駅の手前で再び桜井線と合流します。さあ奈良駅に戻ってきました。今度は5番乗り場に到着します。奈良駅に無事到着。今度は下車しません。ホーム反対側には普通列車の京都行きが止まっています。木津駅から奈良線各駅に行く際に便利な乗り継ぎです。奈良駅を発車、ここからがこの列車の乗り潰す区間です。さあ完全に暗くなった夜の関西本線を進みます。暗くて分かりにくいですが、吹田総合車両所奈良支所につながる線路と分岐する佐保信号場を通過します。そして列車は木津駅に到着です。9時間前にも訪れた関西本線から奈良線と学研都市線が分岐する駅です。2番乗り場に停車します。木津駅の駅名表を撮影、奈良駅と同様グリーンのラインが入っています。さあ木津駅を発車、分岐器で一番右側の線路に入っていきます。関西本線はここから単線になります。そして列車は終点の鴨駅に到着です。鴨駅に到着したらホーム反対側の列車に乗車します。ここからは非電化区間、気動車に乗車します。鴨駅を19時15分に発車する普通列車の亀山行きです。列車の扉が閉まります。亀山駅を帝国で出発、気動車のエンジン音が鳴り響きます。さてもう19時なのでお夕飯を食べましょう。奈良駅のコンビニで買ったものです。パスタサラダとおにぎり2つ、いただきます。ほい完食。乗客が少なかったのでゆっくりと食べることができました。さあ真っ暗の闇夜を突き進みます。列車は月ヶ瀬口駅に到着です。ここで普通列車と行き違いを行います。そして発車、再び暗闇に戻ります。さあ列車は伊賀上野駅に到着です。ここで伊賀鉄道に乗り換え可能です。伊賀鉄道は攻略対象路線ではありませんのでスルーします。さて夜で外が見えないのでここで車載機器を観察したいと思います。こちらは液晶ディスプレイ、おそらく最新型だと思われます。こちらは運賃箱、黒に塗られていてかっこいいです。
車載型 IC 読み取り端末もしっかりあります。さて、住宅も見えない山の中を抜けまして、まもなく柘植駅です。城内信号を注意検知で通過。列車は柘植駅の2番乗り場に入線。春の関西ワンデーパスで乗れる関西本線の区間はここまでです。はい、ということで柘植に到着いたしました。いや、運転手さんめちゃめちゃいい人だった。いや、夜だったけどいい旅やったな。さあ、関西本線鴨からの電車2番線に到着をしましたが、次草津線に乗ります。草津線は3番線から、出発します。さて、1分と経たないうちに草津線の列車がやってきました。草津線は電化路線なので電車がやってきます。柘植駅で折り返し、20時20分発の草津行きです。さあ、草津線の列車が到着して乗り換え客を拾ったら、関西本線側の列車がすぐに出発します。運転手さんすごくいい人でした。楽しいひとときをありがとうございました。関西本線の列車が発車してしばらく、こちらの草津線の列車も発車します。3番乗り場から草津線に入線するときは分岐器を直進側にのみ通過するので、勢いよく飛び出していきます。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は草津駅です。草津線は単線の路線です。最高速度も95キロまでなのでのんびりと走行します。列車は草津線の主要途中駅木部川駅に到着。ここで対向の普通列車と行き違いを行います。発車まで時間があったので外に出てきました。対向の普通列車が先に出発します。記念に木部川駅の駅名表も撮影します。さあ、発車時刻となりました。扉が閉まります。列車は三雲駅に到着しました。ここでも対向列車と行き違いをします。対向の列車は2つの編成をつないでいました。明日に備えての運用でしょうか。少しびっくりです。さて、列車は次の厚生駅まで来ましたが、駅に停車する直前で急停車してしまいました。扉が開かず安全確認を行っています。ドアが開きます、ご注意ください。列車は防護無線を受信し急停車しましたが、扉が開きました。映像を見てもらうと分かる通り、所定の4両の停止目標より少し手前に停車しています。お待たせしております。ただいま湖西線による列車を緊急に止める信号であったことが判明しております。草津線に関しましては運転を再開いたします。急停車失礼いたしました。ただいまから運転を再開いたします。ドアが閉まります、ご注意ください。原因が判明し再出発します。さあ、列車が遅れているためほぼ最高速で単線区間を走行します。列車は草津駅の一駅手前手原駅に到着。ここでも列車の行き違いを行います。乗降時間短めで素早く扉を開閉します。さあ、列車が間もなく終点の草津駅に到着しようとしています。終点に到着するので分岐器を低速で通過していきます。草津線ホームに進入、約3分遅れて到着しましたが、とりあえず草津線全線環状です。9路線目の制覇路線です。さて、列車から下車、階段を上ります。電光掲示板で運行状況を確認、軒並み遅れています。いずれにしても琵琶湖線の列車に乗るしかないので階段を降りましょう。階段を降りると同時に貨物列車がやってきました。荷物を乗せて東京方面へと走り去っていきます。さあ、先にやってきたのは高槻駅から快速に種別変更する普通列車の上郡行きです。しかし、この列車に乗るより後の列車が目的地に先に到着するので見送ります。さて、3番乗り場で後続の列車を待ちます。
待っている間にまた貨物列車がやってきました。今度は機関車が赤いです。さあ目的の列車がやってきました。夜になってようやく JR 西日本の看板列車に乗車します。草津駅を21時26分に発車する新快速の姫路行きです。列車に乗車、乗降が完了し扉が閉まります。さて列車の運行状況ですが、湖西線の列車を中心に20分の遅れが発生しています。列車は滋賀県を抜けて京都府に入りました。京都駅に到着です。ここで多くの人が乗降します。列車が京都駅を発車。京都駅では下車せずそのまま乗り続けます。約5分遅れです。さあ夜の京都線を駆けます。進行方向左側に見えるのは吹田総合車両所京都支所です。そして高槻駅に到着です。京都大阪間でちょうど中間にあたる駅です。新快速はここに停車します。高槻駅の駅名表を撮影。高槻駅を発車。次は大阪都心部の駅、新大阪駅に停車します。さあ新快速は高槻駅を出た後もスピードを出します。時速120キロほどで走行中。列車は10分ほどで新大阪駅に到着です。皆さんご存知の通り、新幹線に乗り換え可能な関西の鉄道のハブターミナルです。そして新大阪駅から3分で大阪駅に到着です。11時間ぶりに戻ってきました。ここで新快速列車を降ります。駅名表を撮影。さて次の列車に乗り換えましょう。階段を降りていきます。次は3、4番乗り場の階段を上ります。上った先ではちょうど旅客輸送を終えた特急サンダーバードが停車していました。電光掲示板で次の列車を確認します。文字が少し見切れてしまっていますが、次の発車は4番乗り場からです。しばらくするとサンダーバードが回送列車として神戸方面に発車し始めました。この列車がどくことによって目的の列車が入線できるようになります。さあ目的の列車がやってきました。大阪始発の列車、22時33分発福知山線直通の丹波寺快速笹山口行きです。さて乗り込んだはいいのですが、この列車は後続のサンダーバードの接続を受けてから発車するようです。そのサンダーバードが大阪駅に到着。京都や新大阪である程度降りたのか、そこまで人は乗っていません。サンダーバードからの乗り換え客の乗車が完了したら列車の扉が閉まります。大阪駅を発車、数分遅れての発車です。大阪駅を出ると塚本駅を通過して尼崎駅に停車します。線路を転線して2番乗り場に到着します。ご乗車ありがとうございます。丹波寺快速笹山口行きです。次は伊丹です。お出口は左側です。さあ列車は高架を上って JR 神戸線をまたいでいきます。進行方向右側を見ると阪神高速11号線が見えます。列車は宝塚駅に到着。当駅で普通列車を中心に一部の列車が折り返します。宝塚駅の駅名表を撮影します。宝塚駅を出ると列車はトンネル区間を走行します。鯰江駅から道上駅までの間はかつて武庫川渓谷に沿って単線急カーブで線路が敷設されていました。1986年複線断面のトンネルで貫いた直線的な新線を通るようになりました。トンネル区間を抜けると三田駅に到着です。ここで神戸電鉄三田線と乗り換えできます。三田駅の駅名表撮影。ほどなくして扉が閉まります。三田駅を発車。三田駅からは終点の笹山口駅まで各駅に停車します。次は終点笹山口、
大阪駅から69分、列車は終点の笹山口駅に到着です。到着と同時に笹山口駅の駅名表を撮影します。これで福知山線を全線完乗、1日目で10路線制覇しました。列車から下車、留置線には列車がたくさん止まっています。階段を上りましょう。時刻は23時42分。笹山口駅から来た道を戻りたいところですが、もう上り列車はありません。仕方がないので改札を出ましょう。はい、ということで1日目のゴールになります。福知山線笹山口に到着しました。いやー、ちょっとしんどいですね。1日をフルに使って移動するっていうのはなかなかにタフな旅ですが、とりあえず何の支障もなく予定通りに校庭を回ることができました。よかったよかった、それはよかったですね。さあ、春の関西ワンデーパスは1日では全校庭を終わらせることはできません。1日目が終了して続いて2日目に回っていきたいと思います。それでは、もう0時を回ろうとしている23時45分ですので、動画をここで終わりにしたいと思います。